国が勝ってもおかしくなかったんじゃないかなと思ってますし、実際に試合をする中で、点差の開いた試合確かにありましたけど、あまりそこまでの差がなかったんじゃないかなと正直思ってますし、まあ、台湾、韓国、中国に限らず、各国にチャンスがあるということはそれだけこう実力差がこう均衡してきてるんじゃないかなと思うので、どの国が優勝しても本当におかしくない素晴らしい大会だったなと思ってます。ではですね、まあ、僕自身が、まずはその一定のレベルに居続けるというのが条件ですし、もちろんそうなるように最善の努力を毎年したいなと思っています。さっきも言った通り、一つの野球人生の中での獲得したいものの一つとして、そういうものを書いてましたし、今日実際に、そうなることができて、僕が MVP を取ったかどうかではなくて、本当に日本の野球が世界にこう対して通用するという、そういう勝てるんだっていう、みんなで本当に一つになって、この短い期間でしたけど本当に楽しい期間でした。間違いなく今までの中で、ベストな瞬間じゃないかなと思いますし、今日勝ったからといって、その目標は達成されているというわけではないので、これは一つの通過点として、もっともっと頑張っていきたいですし、これからシーズンも始まるので、そこに向かって日々努力したいなと。そうですね、さっきも言った通り、どの国が勝ってもおかしくなかったんじゃないかなと思ってますし、実際に試合をする中で、点差の開いた試合一回しかありましたけど、あまりそこまでの差がなかったんじゃないかなと正直思ってますし、台湾、韓国、中国に限らず、各国にチャンスがあるということはそれだけこう実力差がこう均衡していってるんじゃないかなと思うので、どの国が優勝しても本当におかしくない素晴らしい大会だったなと思ってます。